皆さんこんにちは、みのりんです。はい、さて私は今どこにいるでしょう。チッ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 チーン。現在実家のアメリカにいます。前から私のことを知ってくださっている方はね、この2ヶ月で3回目じゃないと思ったそこのあなた、すごい、みのりん検定1級合格。とってもとても仲の良い友達の結婚式なんです。同じグループの友達から2人もうこの2ヶ月内で結婚するという、とまあそんな感じでございまして、せっかくねアメリカに帰ってきているので、アメリカにしかないおもちゃとかね紹介していきたいと思います。というわけで、じゃじゃん、見てください、これすごくない？皆さんプープシーって知っていますか？スライムができるサプライズトイなんですけど、あれの一番最初のおもちゃです。それがこちら、クレーンゲームで取れるプープシー。やばいよね。本当に動くクレーンゲームの中にサプライズスライムが入っています。どんな感じなのか私もよく見ていないので、せっかくなので一緒に開封していきましょう。どうやって開けるんだ？ここに卵みたいなものがあります。これは多分この中に入れて、まあ、好きなスライムが作れるんじゃないかなと思っていますが、はい、これがクレーンゲームの本体。これ後ろの絵柄も可愛いんです。プープシーの代表作のユニコーンちゃんたちですね。目が超キラキラしてる。あー、はい、入っていたのこれで全部かな。このね、卵型のこの中に、なんかカラカラ音がします。この中に何かいろいろと入っているみたいで、さらにこちら開けるよ。コップとこう混ぜるやつですね、コンテナが入っています。そして最後にこちら、遊び方はまずはバッテリーが必要で、あ、4つも必要。こちらの卵をこの中に設置します。あとは好きな卵を拾って、その卵の中にサプライズとかスライムが作れる材料が入っているそうです。でスライムの材料はこの中に入れて、お水と一緒に混ぜることによってスライムになります。まあ、本当にどんなスライムが入っているかも全くわからない状態なので、おー楽しみ。なんだろう、何が入ってるんだろう。早速バッテリーを入れてこの子をね動かしていきたいと思います。どんな音楽なんだろう。いくよ。これでついているはず。押してみます。あれ、ダメだ。いくよ。おう、音がマイルド。すごく可愛い感じのマイルドな音楽の上に、実はねオフボタンがあるので、音楽が嫌いな方は音楽をつけずに遊ぶこともできちゃいます。おー、遊べる。じゃあ行くよ。まずはここを押して、こちらのピンク色の卵をゲットしました。何かな、何かな、なんかスライムかサプライズトイが入っているみたいなので開けます。3、2、1、オープン。おお、なるほど、ユニコーンフードにユニコーンフード、これがスライムの材料ですね。これ 15ml のコップなんですけど、これを2杯この中に入れて、さらにこれを入れて混ぜて蓋をして15分ぐらい待つのかな。じゃあスライムを作ってみます。まずはこれをよ、 15ml 2杯。何色だと思いますか？私は青がいいな。白いお粉なんですけど、お水に入れると色が変わったりするので、どうかな。おー、ピンクだ。ほら、スライムの色は多分ピンクになります。全部入れたので蓋を閉めてシック。1分間混ぜます。1分間意外と長い。大変、本当に飲み物みたい。ジュースジュース。10分間放置します。その間に次取っていきましょう。じゃあ次どれ狙おうかな。あの金色のやつ狙いたい。いくよ。まずこっちで、ちょっと後ろで下に行きます。あ、しまった。これはいけたでしょ。 OK、 ナイス。あれ、あ、やばい。
やっぱ時間制限あるんですね。知らなかった。オッケー、もうこれは完璧。完璧なところで落とします。イエーイ。何かな？サプライズかな？スライムかな？金色だからなんか素敵なもの入ってないかな？じゃじゃん。あ、これはまたまたスライムでございますね。さらにスライムが作れる。まだね、ちょっとこれ作っている最中なので、一旦これ横に置きます。じゃあせっかくなので先に取っちゃいましょう。次はね、青のやつ。完璧でしょ。コロコロする。結構難しいよ、これ。ほら。はい、掴んで。あ、やば。OK。あー。はい。OK。いきます。オープン。おお、なんか違うよ。今までと違う感じがします。の、はい。あ、かわいい、かわいい猫ちゃん。高速を解いてあげよう。おお、え、かわいい虹色の猫ちゃんが当たりました。このね、お目目がキラキラなんですよね。これがかわいい。スライムもあるんですけど、こういったサプライズのおもちゃも入っています。いいね、いいね。はい、多分ね、最初のスライムできた頃だと思うので、開けますよっと。あー、まだちょっとみずみずしいけども、おー、すごい透明なスライムです。まあ、ちょっとみずみずしいのですが、これはね、多分練っていくといい感じになっていきます。ちょっと練って練って、ストロベリージャムみたい。お水とお粉で作るスライムってどうしても最初はちょっとこう粘り気が出てしまったり、長く置いてしまうと硬くなってしまったりするので、ちょっと注意が必要です。というわけで、まずは最初のスライムはこちらのジャム風のスライム。続きましてはこちらのお粉を使ってスライム作っていきます。作り方は同じですね。いっぱい、2杯。これまた白いお粉なんですけど、これを入れるとサラサラっとな。おお、これもピンク、ピンク色っぽい。締めて混ぜます。なんかピンク色っぽい、同じ色、ちょっといろんな色が欲しかったんですけど、じゃあ一旦ね、これで待ちたいと思います。また10分ぐらい。ではこちらに戻ります。最後の取りたい。なんか結構難しいので、いきます。はい、取れました。じゃあ最後のこれはスライムかな、それともお人形さんかな。多分ね、重いのでお人形さんな気がします。なんか一番重い気がするので、いきますよ。はい、これはお人形さんっぽい。じゃじゃん。太陽、太陽で、太陽なんですけど、口から虹がおえーって出てきてるよ。綺麗だけども汚いで、お目目がキラキラ紫色で可愛いんです。うん、重い。なんかね、頭がちょっと大きいので重みがあります。というわけで、最後こちらがゲットできました。よし、じゃあスライム見ていきます。まだちょっとできてない、ちょっと置きましょう。じゃあ代わりにこの中に入れて他のスライムを作っていきます。ちょっと作り方は違うんですけど、多分作れます。というわけで、ユニコーンフード、はい、入れます。はい、真っ白な粉、これがなんとお水を入れると色が変わっていくんです。これは青っぽい。で、もう一杯。あ、ギリギリ危ない。で、締めて、完璧に締めてから混ぜます。で、最後にもう一つだけありますので、こちら水入れます。スライムが固まるまであと10分ぐらい放置します。はい、15分ぐらい経ちました。もうそろそろいいんじゃないでしょうか。どうかな。お、なんか寒天みたい。あー、お水がすごい出たよ。寒天、寒天、形がそのまま残っています。で、こうするとスライム、ちょっと青寄りの緑みたいな薄い青、これはこれで綺麗な色ですね。では続きましてはこちらをオープン。おお、同じ色ですね。こう合わせたら一つの卵ができそうな形。いい感じな、まあお餅みたいなもちもちな感触になります。では最後にこれも開けてみて、
一番最初と同じ色かな？あ、一緒だ。というわけで、赤ピンク系の色が2つと、緑青系のスライムが2つ入ってました。はい、っていうわけで最新のプープシーサプライズいかがでしたでしょうか？クレーンゲーム風で超豪華。まあ、当然ね、こう開封するだけでも一人でも楽しいんですけど、お友達と一緒に開封したらもっともっと楽しいかなと思います。お友達と代わり番号しながらこう撮っていったら絶対楽しい。どの卵に何が入っているかわからないので、楽しみながら開封できると思います。すごいね。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter と Instagram もやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。